ゆいです。りーちゃんです。今回は、朝鮮族の中国人りーちゃんに中川家の中国語モノマネと韓国語モノマネがどう聞こえるのか聞いてみたいと思います。じゃあ最初は中国語モノマネから。哎呀，你不会这么大个，你不会这么大，就会这么大个，你不会要买个，你不会这么大，你不会来个，你不会这么大个，你不会这么大就，你不会这么大，你不会这么大，你这么大不是钱钱，你不会这么大，你这么大不是钱，你不会这么大，你不会这么大个。何ですか？あ、すんぽあいへん。出るか全然わかんない、全然わかんないよね。全然わかんない。え、全然中国語とはもうかけ離れてる。完全中国語じゃない。じゃない、うん、一応、まあ中国語話せる人じゃないから、こんなイメージだよみたいな感じでモノマネしてるんだけど、全然なんだろう、中国語のイメージともかけ離れてた。え、でももし私が中国語できなかったら、多分中国語こう喋ってるねっていう、そういうイメージはある、うん、ああ、なるほどね。でも中国語こう分かってるから分かんない、まあまあ、確かに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 、なんかこれが日本人だとマジで中国語話してるように、確かにそんな感じだよね、うん、すごいモノマネはしっかりしてる。うん、次に、韓国語、はい、いきます。韓国語もネイティブです。ソウルの焼肉屋。あの、聞き取れたかけど、アニエよ違うと、マッカリーズせよ、マッコリください。お、すごいすごいすごい。あ、そうなんだ。それ二つだけ、それ以外は全然わかんない、何言ってるか。あ、そうなんだ。アニエよとマッカリーズせよ、その二つはしっかり、発音きれい。お、すごいね。あ、じゃあ韓国語は一応言ってるんだ。一応言ってる言ってる。あ、そうなんだ。一応挟んでる。あ、すげえ。じゃあちょっともう一個じゃあ言ってみよう。韓国語を置いといて、結構こんな感じ。もうなんかお店の人がもうはい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 ってこう。ないね。そんな、ない。こんな感じではない。韓国の。こんな感じではない。ではない。地元でもこんな感じではない。地元ではそうだね。こんな感じではない。あ、違うんだ。うん。中国のさ、朝鮮族の人も結構焼肉食べる。焼肉食べる。うん。あいごは、あいごは確かに韓国人多いね、あいご。何それ、あいごって。あいごは中国語だとあいやみたいな感じ。ああ、あいやが韓国語だとあいご。あいごはなんだ。あ、じゃあこっちの韓国語はちょいちょい韓国語言ってるんだ。なんかザル語、ザル語っていうのはなんか切るっていう言葉、韓国語なんだけど、なんかあんまり文章にはなってないけど、結構ちょっとだけの韓国語は挟んでるみたいな感じ。あ、そうなんだ。すげえ。あ、じゃあこっちの方が中川家の、あの外国人モノマネは、中国語と韓国だったら韓国語の方がレベル高い。レベル高いよ。あ、そうなんだ。あ、すげえ。知らなかった。俺もこれ適当に言ってんのかなと思ってたけど、実はちょっとだけは韓国語を喋ってる風な感じ。そうなんだ、すげえ。じゃあラストもうちょっとだけ見てみよう。本当に韓国人っぽいね、そういう感じは。なるほど。じゃあ結論は、中国語モノマネは中国人としてはまあ全然中国語じゃないけど、でも中国語は分かんない人からしたら多分中国っぽい感じ、で韓国語はちょいちょい本当の韓国語を話している。なるほど、
ありがとうございます。皆さんいかがでしたでしょうか。ぜひチャンネルのご登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。